どうしようかな。どこに入れようかな。とりあえず、なんか入れちゃおうか。どこに入れようかな。いいもの、できそうな予感。いいもの、できそう。これでいいかな。さあ、どうだ。悪くないんじゃないかな。よし、いいものができたかな。ほう、新しい装備品か。自分に向いた方法で強化を図るのはいいことだ。うん、私は錬金術師だし、道具を作って自分とみんなを助けるって役割が向いてるかなって。役割か。それを分かってきたのなら、私からも一つ仲間たちと一緒に戦う方法について助言してやろう。おお、お願いします、リラ先生。一人で戦うのと違って、仲間がいる場合はそれぞれ役割を決めて動くといい。前に切り込むもの、盾となって防ぐもの、補助に回るもの、そういう役割を明確にすると何事にも対処がしやすい。なるほど。おのおのの役割が決まれば、その役割に見合った装備品を揃えるといった方針も立てやすくなるはずだ。装備品の材料は無限ではない。闇雲に作るのではなく、効率的に仲間を強化することを考えて作るんだ。よっしゃ、やるぜ。
島から近いのに植生が島と全然違うんだよね。なんでだろう。せーの、それ、せーの、これならいけるよね。せい、おりゃ、いくよ、そこ、そこ、行くよ。もう終わりかよ。虫が何の役に立つかはわからないけど、とりあえず集めよう。せーの、それ、せーの。草なら俺でも集められそうだな。肩慣らしにもならねえな。おりゃ、場所が変わると取れる木材の種類も変わる。よーいしょ、うーん、しょ、よーいしょ。よし、あった。これは毒があるやつ。いや、うまいやつかな。あん、紛らわしい。肩慣らしにもならねえな。おりゃ、もう終わりかよ。よーいしょ、よーいしょ。キノコ取ったぜ。もっといるか。取れたよ。どこまで続いてるんだろうな、この道。取れたよ。こんな植物でいいのかな。そう、よし、取れた。植物はたくさんあって困ることはないよね。宝石っていろいろあるな。見た目も似てるし、少しずつ覚えていかなきゃ。くそ、絡まっちまった。切るわけにもいかねえし。ライザー、助けてくれ。のこの重量感、投げつけるのに向いてるかもな。そういや、島にはあまり鉱石ってないよね。全くないわけじゃないけどさ。やあ、thank you。
をつけて。おりゃおりゃ、いくよ。今だ今だ、うぜえな。おりゃもう終わりかよ。気をつけた方が良さそうだ。おりゃ、これならどう。今だ、そこ痛い。おりゃ、そこそこ痛い。ライザー頼んだ。それそれ、ライザー気をつけて。今だ。もう終わりかよ。これなら余裕だね。おりゃおりゃ、いくよ。今だ今だ、うぜえな。いくよ。今だ今だ、ライザー頼んだ。さあどんどん進もう。また一つつい、まだまだ強くなるよ。あ、うん、もっ、それ、肩慣らしにもならねえな。これくらい当然だ。せーの、そのままで使っても薬になりそうだけど、ここから調合でちゃんとした薬にしたいね。これなら余裕だね。今だ。うぜえな。そこ。ライダー、隙を作って。そこ。それそれ。
もところが増えたね。いらっしゃい、ライザ。なんだか大変なことになっちゃったね。アトリエの方はあれからどうなったの？リラさんたちが周りを調べるって。私も驚いたよ。あんな恐ろしい魔物初めて見たからさ。近くにいないって分かれば私もアトリエに出入りする許可がもらえるかな。実際にあいつを見てないとはいえ度胸あるな。タオにも見習わせたいくらいだよ。こう見えてもお父さんといろんなところを旅したからね。タオくん、やっぱり怖がってる？かなりね。でも怖さが突き抜けちゃったせいかな。あの魔物が家の古書に載ってないか必死で調べてるよ。へえ。でもタオくんの本よりもまず村の人たちがその魔物について知ってるんじゃ。あんな魔物がいるなんて一度も聞いたことないよ。多分村の誰も知らないんじゃないかな。そんなに恐ろしい魔物なら伝説とかいくらでも残ってそうなのに。島の外にはあるかもしれないけど、私たちは先祖代々何百年も島の中だけで暮らしてるからね。何百年。クリント王国があった頃からずっと島暮らしなんだ。そうだって聞いてるよ。そのせいでみんな頭が固いし、外に出るのを怖がるし、新しいことを嫌がるし。そこまで言ったら悪いよ。ねえライザ、私も連れて行ってくれないかな。アトリエに？アンペルさんとリラさんはまだ早いって言うんじゃないかな。
そうじゃなくて、私もみんなと冒険に。冒険って、え、ダメだよ、危ないところにクラディアを連れて行けない。ライザだって危ないのに出かけてるじゃない。私もみんなと本当の仲間として過ごしたいの、お願い。そう言ってくれるのは嬉しいけど、最悪今度の魔物と出くわすことだってあるんだよ。アトリエを作るとき、こっそり島の外に連れ出してたのもほとんど反則というか掟破りみたいなもんで。お願い。もうその顔はずるいって。しょうがないな、分かったよ。本当？無理だと思うけど、お父さんの許可が取れたらね。無理だと思うけど。ありがとうライザ。大丈夫、絶対に説得してみせるから。でもちょっと時間はかかると思うから、明日またここに来てくれる？わかった、じゃあまた来るね。ちょっと覗いて、どれが、これで取引成立だね。何を引き取ってもらう？これでいいかな、取引成立。また来ますね。何があるのかな、どれが、どれが、
これで取引成立。これで取引成立だね。また来ますね。どこに行こうかな。違うよ。なんだよ。おい。おかしいだろ。うん。